それでは時間になりましたので、本日の経理研始めさせていただきたいと思います。本日は司会、私、芝浦工業大学の小沢が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、経理研空間構造デザイン研究会のパート1ということで、パート1はですね、空間と構造の交差点という、そういったテーマで、行っていまして、近年話題のプロジェクトとかトピックを取り上げながら、最近活躍している方をパネラーとしてお呼びして、空間と構造の関係とかについて、議論させていただくと、そういった会になっています。で、本日はですね、歴史的建造物のリノベーションという、そういうタイトルで、第5回として、開催させていただきます。で、今年も、今年の学会賞の受賞作品でも、富岡の摂取料がありましたけども、昨年は、京都市美術館、今日、本日登壇いただく、西澤さんが設計された京都市美術館が、受賞され、で、今年は、富岡製糸場が、作品賞と業績賞、ダブル受賞ということで、非常にリノベーション、なんて関心が、非常に高まっているところですし、日本の中でも徐々に、そういった事例が増えつつあるのかなという、気がしております。で、今日は本当にたまたまなんですが、昨年の作品賞受賞者の方と、今年の学会の業績賞受賞者である、西澤さんとエリーさんに、登壇いただけるということで、非常にホットな話題を提供いただけると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、それでは、まず最初にですね、構造家の江尻則康さんから、歴史的建造物の耐震改修事例、富岡装置という題で、ご発表いただきます。それでは、江尻さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。江尻建築構造設計部、設計事務所を主催していて、あと、日本女子大でですね、教員もやっている江尻です。よろしくお願いします。で、今日なんですけれども、歴史的建造物ということで、ちょっとどのようなことを話をしていいのかっていうのが、ちょっと私も悩んだんですけれども、力学的な話だけではなくて、今ちょっと歴史的建造物って言っても、結構まだ決まった手法みたいなものがないので、いろいろみんな、試行錯誤しながら、設計を進めたり、体制を作ったりっていうことをしていますので、その辺ちょっとわかるような、話をしたいかなというふうに思っております。それでは、これは、パワーポイント。ダメだ。はい、どちらに。これかな？あ、来ました。はい。あ、共有をしないと。今から共有をさせていただきます。スライドショー。歴史的建造物のリノベーションということで、富岡倉庫といって、これは文化財関係の指定は一切ないんですけれども、その事例について、その事例を中心にちょっと説明をしていきたいというふうに思います。ここで、ちょっといつもですね、いろんな人と話をしていて、結構、いろいろな用語が飛び交っていて、それぞれ、人が、考えているものが、ちょっと違っているので、少し自分なりに、これちょっと私個人が整理したものなんですけれども、表にしてみました。まず、歴史的建造物、
というのと、まあ、対照的なのが、まあ、新築。まあ、新築は、これ、一般的建造物とかって、書いてある、ものもあるんですけれども、まあ、新築の方が分かりやすいかなというので、こういうふうに2段あって、それで、まあ、歴史的建造物なんですけれども、古建築、あんまりこれ使わないんですけど、古建築、近代建築、まあ、現代建築で、現代、最近の建物でも、歴史的な、なんでしょう、価値があるものについては、なんかまあ歴史的建造物と呼んだりするようです。だからちょっとこう中間のところに来ているんですけれども、まあそれと、あとまあ、文化庁関係でまあ定義付けするとなると、まあ世界遺産とか国宝だとか重要文化財というものがあって、で、それと、その他にも登録有形文化財っていう。で、ここでよく、ちょっと間違って使われるかなと思ってるのが、伝統建築で、伝統建築は、もう新築でも、伝統建築作れますので、まあ、こういうような区分けができるかな、ということで、まあ、その辺を、意識して、ちょっと話をしたいなと思います。で、基本的には、この伝統建築、まあ、この古建築かな、この辺の、ことについて、近代建築です。富岡倉庫を中心に話をしたいと思うんですけれども、近代建築と言って、この辺の、話をしたいと思います。それで、重要文化財だとか、古い建物が、建築基準法にはもう合いません。で、毎回、どんな風に、法規的に、整合を取っていくのかっていうことが毎回ちょっと議論になるんですけれども、まあこれが元になるのは建築基準法第3条ですね。で、この適用除外作れるのが、文化財か、もしくはですね、ここ、よく我々よくその他条例って言ってるんですけれども、まあその他の条例の定めるところによりと書いてあるところで、まあ建築審査会を行えば、文化財と同等の扱いとして建築基準法が外せるということで、進めることはよくあります。で、それ、これちょっと国交省の資料から持ってきたものなんですけど、国宝とか重要文化財だと、そのまま、改修設計、補強設計できますが、まあ、第3号のところに関わる、もので、地方公共団体の指定文化財だとか、登録有形文化財だとか、歴史的建造物が、だということが認識されれば、建築審査会の同意を得て、改修ができるということで、進めていきます。どうもすいません、皆さん。この2週間ぐらいアレルギーで、ちょっと時々咳が、出てしまうかもしれないんですけれども、ご容赦ください。これから話をしたい建物なんですけれども、富岡倉庫と我々呼んでまして、1号倉庫、2号倉庫、3号倉庫と3棟あります。これ富岡製糸場のすぐ近くで、まあ同じような年代ですね、に建てられたものですが、これについてはですね、いろいろな使い方を自由に使っていきたいということで、同じ富岡市が所有する建物なんですけれども、こちらの方は文化財の指定関係は取っていません。で、ただ、建築基準法に合わせていかなければいけないっていうことで、先ほどの先ほどのその他条例というものを、なんとか作ってもらって、それで進めていこうということで、進めてたんですけど、これ今、3号倉庫、1号倉庫、2号倉庫って改修工事が、進んでいったんですが、3号倉庫の時にその他条例作り始めて、2号倉庫の時にできました。で、ただ、適用できなくて、1号倉庫の時に、やっと、その他条例を使って、
基準法の位置づけを行ったという経緯があります。で、1号倉庫、ここの1号倉庫は、レンガ造で、イギリス積みです。で、2号倉庫はこの横っちょなんですけど、大谷石を積んだものです。で、3号倉庫はこれ、木造ですね。します。という、建物です。で、順番に説明をしていきたいと思います。あ、そうか、その前にこれが全体像なんですけれども、富岡市役所の前に倉庫がありまして、で、富岡駅が、上州富岡駅が、ここにあります。で、富岡製糸場もずーっとこっちの先の方にあるんですけれども、なんかたまたま縁があってですね、富岡製糸場の仕事は14年前かから、手つけてました。で、その間に、市役所のプロポーザルがありまして、でそれでプロポーザルが、熊健吾さんと一緒に、やった、プロポーザルなんですけれども、まあ、それが取れて、富岡市役所、これは古い富岡市役所です。これは新しいのはちょっと違うんですけど、それが取れて、で、それ後、こちらの、旧富岡倉庫と言われているところの、ちょうど正面にあるので着手することになりました。まあ、ちょうどなんか世界遺産を、まあ、耐震補強を考えているときに、文化財としての指定はしないんだけれども、古い建物の補強設計も同時に行っていました。すみません。あまり時間がなくなってしまうので、一棟ごとはもう簡単にちょっと説明をしていきます。まず、3号倉庫なんですけれども、こちらは道路の拡幅があるということで、実は建物の一部が切られてしまったんですね。で、それを、ちょうど利用して、ここに鉄骨のフレームを入れて、で、ここを開放的にして、まあ、まずは、外から見えるように、しています。で、それと、あと中はですね、ここに書いたんですけれども、まあ、熊健吾さんの方の要望から、絹糸のイメージで、なんか構造を作りたいっていう話があったので、それで、前々からちょっと炭素繊維織線をいろいろ使っていたので、まあ、それを利用してですね、ちょっとハイブリッドの鉄骨の柱と含めてですね、ハイブリッドのシステムを作っています。で、これが中ですね。で、この斜めの板がいっぱい貼られてるんですけど、これ耐震要素でも何でもなくて、実は倉庫として使ってたので、倉庫だと物が当たって壁が傷ついてしまうので、それをおそらく保護するためのものだと思うんですけど、これがまあ、デザイン的にも生きてるということで、これはもうこのまんま残して。じゃあ、あとちょっと余談ですが、ここになんかもう一個箱作ってますけど、ここには厨房を入れてます。で、こういうふうにですね、まあちょっと概念だけしか話をしませんが、斜め、立体的に斜めに、寄り線を配置することによって、こっちに火力したとき、反対側から火力したとき、それぞれ、寄り線が、引っ張って効くようにということで、計画をしています。で、これが、まあ、解析したときの、図ですね。まあ、ほぼ、鉄骨の自立で効いています。で、ちょっとまた構造からは離れるんですけれども、この時は、その他条例を作り始めていた時で、確認申請上は、構造の改修のようなことができないんですね。まあ、改修については、
過半以下という判断を、行政の方で下していまして、なので確認申請は行うんですけれども、構造審査はなし。で、構造補強は任意で、プラスアルファ、まあ、してつけましたよという、ことを行っています。で、景観条例に基づく委員会の審議といって、まあ、歴史的な、何の指定も受けてないとはいえ、歴史的な建物なので、まあ、審査は一応受けて、進めているんですね。まあ、この時期に、ちょうどその他条例を作り始めて、で、これだと、なんでしょう、構造の第三者の確認が行われなくて進んでいってしまうので、まあ、第三者が入った方がいいということで、実は、我々の方でその他条例を作って進めてくださいっていうことで、ちょうど私が前大学の教員で、まあ、同じ教員の中に、その他条例を、専門にいろいろ調べている先生いたので、その先生紹介して、まあ、進めていきました。ただ、この時には間に合わずに確認申請は、まあ、構造は関係がないというところの判断を下して進めています。で、ここでちょっとすいません。話脱線するんですけど、ずっとこの10年ぐらい、炭素繊維より線を、まあ、炭素繊維より線というか、複合材料がもっと使われていく必要性があるんじゃないかっていうことを、ちょっと非常に強く感じていてですね、歴史的建造物の補強があると、まあ、使っています。で、なんで使ってるかって特徴をちょっと紹介をさせていただきます。で、炭素繊維より線っていうのは、まず曲げることができるということと、あと非常に軽いんですね。ここの下に出してますけど、単位重量がもう全く鉄と違う。非常に軽いので、屋根面とかの、剛性を確保しようと思って、炭素繊維をつけていっても、重量はほとんど増えないですね。で、あとは、実用上の長さに制限がない。丸めて持ってこれるので、あんまりやらないんですけど、端から端まで屋根の間を飛ばしてしまうということができたりとかですね。あとは、軽量なので、ほんのちょっとした張力で、たわみがなくてまっすぐになるんですね。それと、あとは、強度的にも、そもそも、大きいので、ちょっとこれは破断強度で比較しているものなんですけど、大体もう炭素繊維より線だと9ミリぐらいの直径、まあ、正確にはより線なので、まあ最外径ですけど、と丸鋼だと16ミリぐらいが、おおよそ破断レベルでは同じ性能なんですね。でそれと、あと柔らかいので、古い木材を、鉄の棒を振り回してると、まあ傷つけちゃうんですけど、傷つけることはない。で、まあ、あとは結露がないとかですね。まあ、日光に当たらない限りですけど、耐久性は非常に高いというような特徴を持っています。まあ、この右横は、搬入した時の、実は古い木造なんですけど、搬入した時の写真です。で、ちょっと脱線しましたが、また元に戻って、富岡倉庫、1号倉庫なんですけど、これ、レンガ像です。で、これ、ここですね、実は、もともとは、ここ、開口が開いていませんでした。で、ここ、開口を開けたんですね。ちょっとすいません、前戻ります。見づらいかもしれないんですけど、地図のところ、ここに、上州富岡駅があって、ここに1号倉庫というのがあるんですけれども、ここに市役所があって、動線をこういうふうにして、つなげたいということで、ここをですね、解体することになりました。この部分を。で、それで通路を作る。これがおそらく重要文化財になってたら、おそらくできなかったと思います。まあ、景観の審議会は通して、まあ、もともとの、なんでしょう、景観は崩さないというふうな判断を委員会の方でされて、こういうものができたんですけど、通路として、使っています。で、これが、また、
で、もともと、この補強方法も、3号倉庫の木造の倉庫のと同じようなデザインにしたいということで、始まってまして。まあ、ただし、レンガ像で重いので、まあ一部やっぱり鉄骨入れて、まあこういうような考え方としては同じですけど、より寄線だけではちょっと足りないので、鉄骨を入れたんです。それと、あと、これ詳しいことを説明するのがすごい難しいんですけど、これ基本は、ベタ基礎なんですね。で、ところが、倉庫の、ここの土間のところのコンクリートを張って、掘って、基礎を作ってとかっていうのはですね、実はこの1号倉庫の時は時間がなくて、で最短で、施工をしないといけないと。いうことで、これ、建物の中に杭打ち機入れて、杭を打って、局部だけ、基礎を作って、補強を行っています。まあ、その時の、これ、写真なんですね。実はその、この時に、その他条例できてたんですけど、やはり工期がないということがありまして、確認申請としては、同じような、3号倉庫と同じような手段を取っています。あ、これがあれですね。レンガ像ね。実はですね、ここ、理学が、2号倉庫と1号倉庫の理学がほとんどなくてですね、これぴったりくっついていたんですね。レンガが。でそうすると、危ない、揺れた時に危ないので、この建物を、解析すると、まあ、40分の1とか50分の1ぐらいの変形するので、そうすると、倒れてしまう、ぶつかってしまうっていうので危ないので、まあ、そもそもこれ通路を作るので、一部の、レンガだけを残して、こうやって押して、こっち側に、こっちの方に持ってきて、でそれで、ここの部分はですね、RC で補強をして、ただ少なくとも、こう一部だけはちょっと残して、置こうということで、このような形式にしてあります。で、これはちょっとさっき少し説明をしましたが、まあ、用途変更ということで、廃止は過半以下ということで、同じようなルートを辿っています。で、次にこれ、2号倉庫です。2号倉庫の時には、まあ、その他条例をですね、適用することができまして、これは、実は、委員会の時に、和田先生に入っていただいて、構造の方は、第三者のチェックをしていただいています。これもまた、先ほどと同じように、鉄骨の柱と、この炭素繊維のブレースでということで補強しておりまして、あとは、ここをですね、ブリキが貼られています。ここ、繭を置く倉庫だったので、そのまんま繭のですね、ために、こう虫が入ってきたりするのを防ぐために、使われてた、ブリキのこのテクスチャーそのままもう残していて、であとここにすいません、階段がついてるんですけど、これは昔もともとここに階段があった形跡があったので、そこの部分を広げて、階段にしています。あとちょっと先ほど説明しなかったんですけど、可逆性ということを、考えてですね、ここは、このポスト柱だとかですね、この端部は、これ、チタン箔のシートなんですけど、プレートをつけて、チタン箔のシートで巻き立てて、まあ、将来もっといい方法が、出てきたら、まあ、取り替えて、使うことが、すいません、できるように、ということで、このようなディテールに、しています。
で、これですね、ちょっとこの表を載せたのは、なんで載せたのかというとですね、その他条例って言って、もうできるんですけど、ただ条例の中がですね、結構ほぼほぼ建築基準法と同じことをやりなさいっていうような内容になっていまして、そうすると結構大変なんですね。いろいろこう合わないところがあったりすると。で、ということで、まあ、行政の方と協議して話をして、どういうものを使っていこうかということで、これまあ、この条例の中ではこちら側のものが条例として入ってるんですけど、それをこういうふうに読み替えて進ませてくださいということで、協議して、まあ、こちら側に決めて、で、まあ、そのように、補強設計を行っていっています。まあ、これが考え方なんですね。ここに鉄骨のフレームがあって、これはちょっと一階部分は、石を積み上げているので重いので、まあ、真ん中にも鉄骨の柱を使って、こういうような格好にしています。で、大体まあ、クライテリアとしては、このぐらいですね。1階が53分の1、1階が40分の1です。で、私の事務所ではよくちょっとやってるんですけれども、歴史的建造物補強しても、その補強効果っていうのがなかなかわからなかったり、まあ、正直なところ、わからないこともかなりあります。そのまんま、進めていかないといけないんですけど、それでですね、まあ、絶えず振動計測しながら、比較してきているんですけれども、まあ、これは、振動をとって、解析したものと比較したら、まあ、ほぼほぼ一致しておりました。ただ、木造は一致することはないです。これね、礎石像だったから一致したんだと思うんですけど、木造の場合はすごい苦労します。まあ、これが、鉄骨の外のフレームと、まあ、中のフレームで、あとは、そうですね、大谷石とか、この辺はですね、実はかなり詳細に、検証しているんですけれども、それはちょっと今日は省略させていただきます。まあ、これが変形核ですね。解説したときの。まあ、こう全体にこう膨らんできて、ここの面ですごい効いているのがわかるかと思います。まあ、これが解説したとき。で、これが、その他条例適用して、建築審査会により審査を行っていてですね。まあ、この場合、県にも審査会があって、市にも審査会が、あります。で、県の方は、同じようにですね、景観しか見ていなかったので、市の方にちょっと働きかけて、構造を、やっぱり、第三者見るべきだと。いうことをずっと考えていたので、和田先生に、コロナ禍だってちょっと大変だったんですけども、入っていただいて、審査をいただきました。すみません。この場を借りて、和田先生、ありがとうございました。非常にすごい大変な時期で、なかなか移動ができない時に審査していただきました。で、あとですね、ちょっとこれおまけに、富岡製糸場の西沖繭所なんですけれども、まあ、明治5年に、まあ、創業しているんですけれども、これのちょっと補強について、話をさせていただきたいというふうに思います。まあ、これは木骨レンガ層ですね。木の間に、レンガが挟まっています。で、それを、
このような補強をしてるんですけど、まあ、1階は、できるだけですね、活用しようと、多くの人に使ってもらおうということで、ガラスのですね、箱を入れました。で、それと、あとですね、これすごい、富岡製糸場の西沖前所の最大の特徴と言っていいんですけれども、通常ですね、こういう建造物を、改修工事するときに、こういうような漆喰とかそういうのは、きれいに手直ししてしまうんですね。で、ところが、ここでは、天井に漆喰の、天井を使うっていうことは、これまで前例がなくてですね、もしかしたらこれ最初の事例かもしれない。で、そうすると、これを補修してしまうと、もともとあった、技術がわからなくなるということで、もうこのまま手をつけないで残そうと。まあそういうことで、もうできうる限り、そのまんま残そうという話があってですね。で、そうすると、中に人が入ると天井が落っこってきたり、いろんなことが起きるので、壁の漆喰もちなみにそうなんですけれども、もう極力手をつけないで残そうということで、このガラスのボックスが出てきています。で、それでまあ、この壁面は一応なんか落下防止、この辺のレンガとかが保護にはなってるんですけど、耐震要素には使っていないんですが、天井面は水平剛性を確保するために使っています。あと、これは網なんですけど、一部全部ガラスで覆ってしまうのは、やっぱり見かけが少し変わってしまうということで、エントランス部分については、こうやってメッシュの網をですね、かけて、起こってくるのを防いでいます。もうそのまま残しましょうということが、大きなコンセプトになっています。で、それに反して今度は2階なんですけど、まあ残しましょうということは変わらないんですが、あまり人を多く入れることはやめようということで、まあ、こちらの方は、ガラスのボックスみたいなことをするのではなくて、まあ、できるだけ目立たない補強にしましょうということで、こうやって炭素繊維ブレースを入れています。天井と、この、貯見台間とここを呼んでるんですけれども、こことここの間にですね、眉が置かれていたフレームがあるんですけど、その眉のフレームの外周部に新設の木造のフレームをつけてですね、補強を行っています。まあ、こんなような補強を、西沖前所の方ではやっています。で、これはですね、重要文化財なので、ちょっと新築とは違う体制なんですけど、まあ、発注者がいてですね、そこに文化財の建造物の修理技術者がいて、文化財の修理技術者から構造設計者に委託をされます。で、こういう図式で、それでこの発注者と文化財の建造物の修理技術者、構造設計者がですね、まあ、ここに構造設計者って書いてあるんですけど、設備設計者、その他いっぱいいろいろいるんですが、まあ、こういう一体となってですね、委員会が設けられます。保存委員会とか、修理委員会とか、設けられて、それぞれに応じて、この発注者も含めて、まあ、提案をして、それがいいのか悪いのかっていう判断を、いろいろな側面から下されて、進んでいきます。ちょっと図式が違っていて、まあ、かなりここが審査。まあ、大臣認定なんかで言うと、協定とかそういうようなもののイメージと同じなんですが、まあ、構造だけではなくてですね、
まあ、歴史の専門、機械の専門の先生とか、あとは地元の有識者だとか、あとは文化庁とかですね、いろんなところから入って組織されて、それが、審査というかですね、相談をしながら進んでいきます。で、この時に、ちょっと西沖前署で相当特徴的だったのがですね、ここの委員会の先生方も、計画にですね、かなりコミットして、案を出してですね、まあ、そのやりとりで進んでいっております。まあ、なので、作品賞発表になりましたけど、この保存委員会と修理委員会の委員長の先生が入られているんですね。もう設計と言っていいぐらいにかなり密にコミットしています。まあ、こういうような形で、静止場の方は進んでいきました。で、これ、ちょっともう終わりになりますが、ちょっと説明をしておきたいなと思うことがあってですね、新築との違いなんですけれども、計算方法なんですけど、まあ、登録有形あたりだとですね、権謀庁の指針で設計されたりということがあるんですけど、まあ、重要文化財になってくるとですね、限界体力計算とか時刻歴応答解析を行っております。先ほどの富岡倉庫についても、まあ、文化財の指定は全く取ってないんですけれども、まあ、重要文化財相当としてですね、限界体力とか時刻歴応答で設計をしています。それと、その次に、構造調査なんですけど、なんて言ったらいいんですかね。非常にこう、密に調査をしていきます。木造だったら木の仕口が結構わからないんですけど、それをどういう仕口なのかって想定したりするんですけど、場合によっては、我々、こう、鍵型に、こう、曲げた針金とかを、作ってですね、それ持ってきて、どこまで構造が切られているかとかですね、どこで継ぎ目ができているかとかって調べながらやっていくので、まあ、一般的な、その耐震補強診断の調査よりは、かなり、密だと思っていただいていいと思います。で、かつ、施工しながら調べていく。施工して改修工事やってる時にいろいろだんだん剥がれてきたりするので、それを見ながら、やり取りをしていくということがあります。で、その次にですね、これ、すごい大きいんですけど、まあ、大地震、新築、まあ、特に規定はないんですけど、だいたい多分100分の1ぐらいが、大地震の時は、まあ、目安にして設計されてる方が多いと思うんですけど、歴史的建造物の方は20分の1とか、下手すると15分の1とかっていうようなオーダーの相関変計画をですね、許容しながら設計をしていきます。で、この時に、実は、よく、なんていう説明していいのかわかんないんですけど、例えば20分の1までをどっかで組成変形を組成のヒンジができて、そこから20分の1まで押していきましょうなんていうのは、とてもとてもできないっていうか、そんな変形能力をですね、壊れたところに持たせるなんてできないから、もうおおむね、もうほぼほぼこのぐらいのところまでは、男性で変形が進んでいくっていうような設計の仕方を行います。で、まあ、つい最近、組成変形させなければどうしようもないっていう建物があったんですけど、まあ、その時には木の場合ってばらつきが多いし、どこで壊れるかっていうのもわからないので、すごいこう、鉄骨の組成ヒンジが生じるところを、クライテリアの直前に調整するとかですね、結構、組成の時のコントロールをするのは、大変だと思います。だから大体、なんでしょう、男性で行くような、このぐらいまで。まあ、ただちょっと木の場合は、必ずしもそれは、めり込みとかあっていけないんですけど、まあ、可能な限り男性に使えるような、と考えていきます。でそれと、丸4、法的な手続き過程。これ、
まあ、なんかずっとこう説明してきましたけれども、もう本当にまだ定まってなくて、まあ、その都度その都度ですね、プロジェクトがあると、どういう、条例があるのかとかですね、なければどういう位置づけで考えるのかとかっていうことを、一個一個協議しながら、非常に手間暇をかけて、詰めていきます。で、それとあとですね、考慮すべき内容なんですけど、まあ、景観残すのか、仕様を残すのか、施工を残すのかとかですね、それぞれの建物の価値によって、残さなければいけないところがどこにあるかっていうことがですね、携わっている人たちだとか、まあ、建物の歴史だとかによって、全く違ってくるので、その辺を協議しながら、進めていきます。まあ、富岡倉庫の場合は、どちらかというと、デザイン性が優先されて、これを残しておくと、まあ、デザインとして使えるということと、まあ、外観についてはそのまま残す。内観についてはデザインとして使えるものを残していくというようなことでアプローチしていて、西置前署の方では、とにかく施工を残しましょうということで、計画が進んでいます。で、あと、破逆性ですね。補修補強により、よって、元々のものが壊されてしまうことのないように、また元に戻せるということを、考えて、なんでしょう、補強を計画していきます。で、これすごい難しくて、例えば、もうそのまんま大工さんが入って何にも補修しないでそのまま残していくと、今度は大工の技術自身が、なくなっていってしまうので、ある程度はやっぱりきちんと、保存、補修というか、手を入れてですね、やらないと技術が残っていかないという側面もあるので、非常にそのバランスを考えるのが、難しいかなと思います。で、それとですね、丸7番。で、設計が、普通は通常は設計やって図面が確定したから、それを管理すればいいっていうような感覚で、新築の場合は進めていくんですけど、そうはなりません。とにかく施工が進んでいくとですね、いろんなことが起きます。結構一本一本柱の大きさ、梁の大きさが違うよとかですね、そういうような細かなことがですね、起きるので、まあ場合によっては、もう、計画が一からやり直さないといけないぐらいに、もう一回見直してですね、それで、もう絶えず、もう進むにつれて、どう変えていくかっていうことを考えながら、計画を進めていくというのがあります。で、これ、本当に最後、最近ちょっとこれは私が感じていることなんですけど、もう、私が20代ぐらいの時から始めてるので、まあ、30年近いくやってきてるんですけど、歴史的建造物って最初は、もうとにかく手つけられませんでした。全く手つけるの。で、大丈夫なところだけ、補強をするというようなことで、言われていてですね、危ないのに補強できないっていう、ちょっと非常にこう、なんだろうな、ストレスが溜まってるちょっと時代があったんですけど、まあ、それが進んでいって、まあ、ルールを、守っていけばですね、まあ、補強をしていいだろうということで、まあ、結構補強が進むように、阪神淡路大震災以降ですね、進むことができるようになってきました。で、それがですね、今度、最近は活用しましょう。積極的になんか利用しましょうということで、まあ、活用を考えましょうという、機運がだいぶ出てきてですね、しっかりと、普通の新築と同じように計画をしないと、いけない時代に今なってきたかと思います。で、まあ、あと、現代建築も、元々は、
壊して作ってのものが最近は地球に優しい建物で長く使いましょうみたいな話になってきていて、なんかこの二つのこう流れがだんだんこう近づいてきたのではないかなという印象を受けています。なんか今日ぜひですね、歴史的建造物の保存補強とかに興味を持っていただいて、なんか多くの人がこう一緒に、保存補強をやっていけるといいなと思っております。今日はこのような貴重な機会をいただいてありがとうございました。これで私の方も、発表は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、江尻先生、本当にありがとうございました。ものすごい密度の話で、木造からレンガ造、石造、あと木骨ハイブリッドと、まあ、対象も様々な上に、鉄骨の補強だけではなくて、カーボンを使われたりとか、ガラスのボックスを入れられたりとか、本当にそのプロジェクトに応じて、時代にこう、まあ、プロジェクトに非常に向き合って、一つ一つ丁寧に補強されているなというのは非常に印象的です。あと、最後の、まとめていただいたところもですね、非常にわかりやすくて、非常に、なんていうか、新築とはまた全然違う難しさがあるのに、一つ一つ、まあ、条例なんかも、まあ、自ら、こう、新しい条例作ったりとか、そういったことを働きかけたりとかもされながら、非常に手間をかけてやられていて、まあ、それでいて、なおかつさらに、第三者チェックまで自らお願いしているというのは本当に驚きました。多分皆さんもですね、いろいろご質問したことたくさんあるかと思うんですが、今日はこの後西田さんにお話しいただいた後に、討論の時間を設けてますので、その時にぜひ質問いただければと思います。ありがとうございました。それでは、続きまして、西田哲夫さんに、京都市京セラ美術の改修についてお話しいただきます。西田さん、よろしくお願いいたします。はい、西田建築事務所の西田と申します。よろしくお願いします。京都市京セラ美術館はですね、青木さんと、設計共同体を組んで、コンペに参加したもので、プロジェクトのその、チーム体制というか、立て付けとしては、僕たちは基本的には基本設計まで。それで、構造を、金本さんにお願いしまして、設備を盛り上げて、で、その後は、実施設計と、施工を、デザインギルドという形で進めたプロジェクトで、僕たちは引き続き、その、実施設計監修という、ちょっと聞き慣れない立場での仕事と、それから工事監修と、まあ、あとは、備品とか、サインとか、まあ、そういうところも最後まで、まあ、見ていただきます。になります。これはどこに出てますか。パワーポイント。PDF。PDF。はい。本当さん、すみません。PDF ってどこにありますお待ちくださいませ。あ、そうです。
もう。これ上が出ない方がいいんですか？はい。じゃあ、はい。京都市京セラ美術館について説明させていただきます。京都市京セラ美術館、元の名前京都市美術館なんですけども、京都の岡崎という地域に、もともとあったものです。で、ここは、牧さんの設計された京都市近代美術館と、官業会館があったり、野球場があったり、から、旧京都会館です。これも、直前に改修されたものと、平安神宮。この組み合わせは、まあ、多分、上野公園とかと、まあ、同じ、美術館と、スポーツ施設と、神社があって、みたいな。そういうことなんですね。で、この場所は、まあ、長らく、落外ということで、京都市の外れだったんですけれども、官業博覧会、内国官業博覧会が行われて、まあ、そこで、それ以降ですね、ここが、まあ、そういう場所になっていたという歴史があります。で、まあ、これ1930年の様子なんですけれども、この京都市美術館というのは、昭和天皇の即位を記念して、大礼記念ということで、美術館を作ろうということでコンペが行われまして、前田健次郎によるコンペ一等案をもとに、京都市の方で設計が進められたもので、1933年に竣工しています。まあ、これ、コンペの時の要項にですね、すでにその日本趣味のということが条件と書かれていますので、まあ、いわゆる定款様式。で、まあ、ボディが西洋風で上に屋根がかかっている、和風の屋根がかかっているという美術館として、1933年に竣工しました。これが、破風、正面破風の工事の様子と、ちょっと上の方、鉄骨が、まあ、金物で破風を作っているやつなんで、それから、これは後ほど、お見せしますけど、第一列室という、非常に大きい、高さ16メーターの、大展示室の、ポジションの様子です。それからこれは貴賓室で、まあ、いわゆる、天皇の来られる場所ということです。はい。で、まあ、典型的というか、まあ、クラシカルな、二軸対称の、平面形を持っていまして、この真ん中が第一列室というところで、まあおそらく彫刻を中心とした展示がされていたんだろうというふうに推測されます。で、北回廊と南回廊というのは、炉の字型に、長方形の部屋がつながって、展示室を、形成しているので、入ったところにまた戻ってこれるというプランになっている。まあこれが全く同じ2階建てというのが、京都市美術館の、改修前の、前身の姿です。で、戦後ですね、GHQ に接収されたりした時期もあってですね、何に使われたかって、まあ、バスケットボールコートに、第一列室が使われたりしていた時期もあったんですが、まあ、1930年以降、関西では、まあ、中心的な美術館として、こう、ずっと使われてきまして、最近中之島美術館という非常に大きな美術館もできましたけれども、まあ、京都市近代美術館とか、この京都市美術館、それから大阪の、国立国際美術館みたいな風に、まあ、かなり限られた、大型の美術館の一つではあったけれども、まあ、断トツに、古いと、老朽化しておりまして、まあ、屋根もこんな感じだったんですね。アスファルトルーフィングが、まあ、もう露出して、もう中もパキパキに乾燥しちゃっているっていう状態でした。で、これが、改修直前の、ルーブル美術館展。まあ、こういう美術館をやるとですね、実はその、10万人規模でお客さんが来るんですが、当然、1933年当時、一般の市民が美術館に来るなんてことは想定していませんので、これは第一列室が、行列の、こう、作る場所だったり、
ミュージアムショップとして使ってたりっていう、ここにちょっとガイドって書いてあるんですよ。まあ多分ここは入り口でガイドを受け取って入る。まあなんかこういう風にして騙し騙し使っていました。それから一方で、タイルも剥落しかけているし、屋根もまあ回収しなきゃいけないということで、まあ耐震回収とか、まあこういう細々とした補修っていうのを、まあ緊急にしなければいけないということで、まあ全面 LED 化であるということも行ったわけですが、プロポーザーの時に求められたのは、まあ主にはこの6つかなと思っています。まず、強硬なエントランス機能の拡充っていうのは、まあ、先ほど申し上げたように、まず、ロッカーもない、ショップもない、トイレも不足している。で、10万人規模のお客さんを裁くスペースがないっていう、そういうのを何とかしなきゃいけないということと、それから現代美術専用展示室、1000平米が必要ということがあります。それから収蔵庫がもういっぱいになってきちゃったので、増やさないといけない。それから中庭っていうのも、後ほどお見せしますけれども、まあずっと使われてなかった中庭を何とかして再生したい。から老朽化した部分の回収。もうこれはエンドレスに見つけ次第やるということです。それから6番に本館の耐震。まあ主にこの6つなんですけれども、まあ計画に一番重要なところは、まずはこの強硬なエントランス機能の拡充ということです。で、これは玄関ホールで、石張りの非常に豪華なエントランスなんですけれども、まあ、玄関の扉入ってすぐ、まあ、こういう調子なので、待機スペースも、ロッカーもショップも一切ない。カフェもない。それで、大型の展覧会になりますと、まあ、外にお客さんが溢れていってですね、炎天下であろうと雨であろうと、まあ、外にテントを張って、そこに行列を、させるという、非常にこう、なかなかしんどい美術館になっておりました。で、もう一つは、多様化を大型化する美術作品への対応ということが、大きくて、どんどんどんその、美術作品っていうのが、こう、いろんな材料を使うようになって、まあ、この電気を使う、水を使う、それからパフォーマンスもやりたい。巨大化していくっていうことになっていくと、まあ当然1933年当時に想定していた、その美術、芸術っていうものの想定から全く今キャッチアップできていないということを何とかしなきゃいけないということが、まあ、一番大きなことだったのかなと思っております。それでまず、僕たちは、親しみやすく賑わいのある美術館として再生するためにスロープ状の広場で地域に回遊性 を高める。ということ。それからエントランス機能を充実させて公園とつながる美術館にするために新しいエントランスと東西を貫通する動線を作る。それから未来に向けて歴史を紡いでいく美術館であるために、先ほどもお話しがありましたけど、可逆性を持たせた改修を行うということを、3つの、方針を定めて、先ほどの6つの要望に全部答えるということを考える。で、まずこのエントランスなんですけれども、まあ、この定価様式のファサードっていうのは、まあ、非常にやっぱりこう重要だなというふうに思ってまして、もうこの入り口入ってすぐ先ほどの玄関なんですが、じゃあ玄関を、どこに、玄関スペース、エントランスペースをどこに拡張しようかといって、この大きく開いた広場の前に、例えば、まあ、ガラスの箱なりを作ってしまうと、結局そのパスワードを全部隠してしまうことになるので、それはどうしてもやりたくない。で、やっぱり、その、古くなったとはいえ、もう80年以上、当時80年以上、こう、市民に愛されてきたアイコンとしてのこのパスワードをなんとか残したいということで、僕たちはですね、この地表レベルから下に、その、スロープ状に地面を掘り下げまして、で、ここに実はその地下のコンクリートの壁が現れているんですけども、この奥に実はその、備品倉庫っていうのがあって、ここをエントランスにすればいいんじゃないかっていうのが、一番大きなアイデアでした。で、これが式ですね。この、地表面から緩くスロープで降りていくといつの間にか地下1階に入っているということが作れないかということで、これ改修前の
備品倉庫なんですけれども、まあ、これは、創建当時は、いわゆるクローク、義足室と呼んでいた、着物とか履物を、まあ、預ける場所だったんですけれども、まあ、後年、その美術館で必要な、そのいろんな備品ですね、その、臨時で出すロッカーとか、展示ケースとか、パーティションとか、まあ、そういうものを、とにかく置いておく倉庫だったところを、エントランスにしようと。だからまあ、美術館の最も裏側であるところを一番表にしちゃうという、アイディア。で、ここに旧備品倉庫がありまして、こういうふうにスロープで、両側から降りていくと、ここにエントランスがある。で、その、本来なかったところに新しい基壇を、これをガラスリボンと呼んでるんですけど、まあ、ここに、新しいエントランスを作る。で、この北側にショップと南側にカフェを入れるという、そういう計画です。で、これは下がったところで、この神宮道というのは、この右端にありますけども、まあ、ここ階段状になっていることで、割とこう自然に皆さんここに座られるので、今まであまり、意識していなかったというか、見えているけど見えていなかったこのファサードを、まあ、自然な形で見ることにつながっているなと思います。こういうふうですね。ガラスリボンからの光。で、もう一つ、重要だと思って、まあ、こういうふうにやった方がいいと思っていたことが、東西に通り抜ける動線を作るということでした。今お話ししたのは、この、神宮道という、まあ、大鳥居があるところから、平安神宮行く神宮道というところから、こう、スロープで降りていって、この古い備品倉庫から、今度、この中央ホールっていうところに上がるんですけども、そこからさらに東側へ抜けて、この日本庭園の方へ無料で抜けられる動線を作りたい。というのは、この日本庭園っていうのは非常にこう、綺麗な庭園だったんですが、この美術館の裏側にあるために、で、しかも非常にこう、大きな、南北に長い建物であるために、ほとんどこの東側のその日本庭園に行く人がいなかったんですね。地元の人が散歩に使う、知ってる人は使うぐらい。で、そうすると、まあ、この岡崎全体のこう、回遊性を高められるんじゃないかという、のが、狙いとしてありました。これが、当時の東側の、先ほどの正面から真反対側の日本庭園。で、この右側には京都市動物園があります。で、改修前はこちら側が、団体店などの搬入に使われていまして、まあ、この辺にかなり大型のトラックも止まっていたりしたので、まあ、あまりその、散策するような雰囲気の、場所ではなかった。ですね。で、この正面から、こう、まず入って、これが、北側にあるミュージアムショップになります。ここが、その今のスロープのスリットになります。で、これがカフェからの見返しになりますので、ちょうど今自分がこう、スロープで降りてきて、このエントランスから入ってカフェに行くと、まあ、ちょうどさっき自分が降りてきたところをこう見返すということと、それからまあ、ずっとなだらかに降りていくので、まあ、いろんな視線の高さで、いろんな人が、こう、視線を交わすということが起きるようになっています。で、向こう側に見えるのはミュージアムショップと、ここが、先ほど申し上げた、旧備品倉庫だったところ。なので、天井高は 2.7 しかない。非常に低い。まあ、美術館のエントランスとしては非常に低いところなんですけれども、まあ、ここを、券売所と総合案内所っていうふうにして、まあ、この辺のタイルが見えてるところは、オリジナルのまま、一部、新しく似せたタイルで、造作をしています。で、これを正面上がりますと、まあ、こう階段で上がって、これが、旧第一陳列室である中央ホール。で、これが、その、先ほど加工だけお見せしたんですけれども、第一陳列室の、改修前の状況で、ここに、床スラブを全部剥がしまして、ここまで全部、中からも掘っていって、貫通するとここに出てくるということになっています。で、これを見返して、
東側の方に行きますと、ここずっと開かずの扉になっていて、出られなかったんですけれども、まあ、というのも、二塾対象の、平面形を持っているので、その、玄関としては4つあったんですね。4つあったんですけども、まあ、近年の美術館の使い方としては、その、できるだけ入り口を絞めないと、まあ、人の出入りもコントロールできないし、チケットもコントロールできないし、まあ、虫も入ってきちゃって、まあ、ここは開かずの扉だったところを全面的に開放して、日本庭園と、まあ、その奥の東山が見えるような、スペースを新しくロビーとして増築しています。なので、ここの、こう見えているところが、オリジナルの、ここまでですね。東玄関の庇し。東玄関の庇しの先に、新しく、庇しを作ってロビーにして、で、ガラスを入れて、なので、ここに今見えているのは、元々の外壁になります。この東山キューブっていうのが、この新しい現代美術展示室で、この先に増築したものに、これはまあ5メートルぐらいの天井高を持っているんですね。ここは今のロビーで、ここは東山キューブで、ここに1階に現代美術専用の展示室と地下に収蔵庫と2階に事務室があります。これが日本庭園から見た風景ですね。この東山キューブの外壁は、遠目から見ると本館の、まあ、塔に合うようにして、合わせているんですけども、近づくともう全く違うものに見えて、こっからが新しく作ったってことが、一目瞭然になるようにしています。ただし、まあ、遠目から見ると、それがパキって、対比的に見えてしまうと、なんかすごい大きいボリュームを作っちゃったみたいに見えちゃうので、遠目から見たときにはトーンが合うように、色を配分して決めています。GRC で作っています。で、実はこの東山キューブがあったところは、川崎清さんが、71年に、収蔵庫塔を増築していました。まあ、もうその当時すでにその所蔵作品を入れる場所がなかったというのは、そのオリジナルには収蔵庫っていう概念がそもそもなかったからですね。で、これは、できるだけ残して、これ完全な形で残して、回収しましょうっていうのはプロポーザルの条件だったんですけれども、まあ、この収蔵庫自体もかなり老朽化していて、近い将来も、取り壊さなきゃいけないっていうことが分かったのと、現代美術展示室とか収蔵庫とか、UI 施設みたいなのも、ちょっと後から増えたり、要望で増えたものもあって、ここを壊して、今の東山キューブにそっくり作っています。が、この時に川崎先生が、屋上テラスで高いところを作って、東山を見るっていうことを設計として、こう、されていたので、我々もその東山キューブの上っていうのは、テラスにして、遠く、京都の、街が見えるように、その視点場を作るということは継承しています。で、この東山キューブの、裏側をテラスから降りてきて、こうぐるっと回っていくっていうのも、今では京都市民の方の、まあ、この地域の方の散歩道になってまして、この美術館そもそも、外交ぐるっと柵が一切ないですね。24時間いつでも誰でも入ってこれるので、この美術館の敷地を単に通り抜ける散歩道になっています。もう犬の散歩っていうのはほぼ毎日あります。で、まあ、こういうように まずは、その、古い二塾対象の美術館の、その動線をどういうふうに整理して、岡崎地域の回遊性を高める、それから美術館の中の、使い方を、利便性を高めるかっていうことを、まあ、考えたわけなんですが、これが、平安神宮側から見た
ですですね。このように柵が一切なくてですね。今まではまあこの歩道を通るしかなかったんですが、ずっとフェンスだったんで。まあわざわざここを降りていって向こう側で上がっていくっていう、まあこういうふうな動きで通り抜けていくっていうか、南へ行くっていう人は非常に増えたと思います。これ普段のレースですね。まあ、このように、先ほども言ったんですけども、視線の高さが違うので、まあ、休んでる人もいるし、散歩してる人もいるし、当然当初は、今禁止されてますけども、スケートボードとか、大人気スポーツになっちゃってたので、いろんな人が来てます。それから、旧、まあ、オリジナルのその玄関、ここに3つあるんですけども、まあ、ここのところを、ステージにして、こういうコンサートみたいにして使うっていうことも、もうすでに何度かやってます。これはまあ、プロポーザルの時から提案してた使い方です。で、それと、この、元々の玄関っていうのは、今はメインの玄関としては、もちろん使ってないんですけれども、こちらはメインなんですけれども、実はその、何万人規模とかっていうことになると、入りと出っていうのを、まあ、分けた方が、上手に裁けるということもありまして、そういう時にはこっちから開放して、出口をこっちにするという使い方も、想定しています。イベントの様子ですね。はい。で、もう一つは、可逆性を持たせた回収、先ほどの3つ目なんですけれども、江尻先生の、説明あったので、もう、ほぼほぼいらないんですが、今回その、美術館をこう現代のニーズに合わせて改修する必要があるとは言っても、じゃあ50年後、100年後、その美術館っていうものが、の社会的な要請、美術館っていうものに求められる社会的な要請っていうのはどうなってるかっていうのは当然わからないわけで、ひょっとしたらもう展示室はもっと少なくていいってなるかもしれないし、むしろ収蔵庫はもっと欲しいって言われるかもしれないし、で今回増築したものはもうやめようってことになるかもしれないっていう時に、できるだけそのオリジナルの状態に戻せるように、一旦できるようにしておいて、その次また、その100年後のニーズに合わせた改修ができる。むしろそういうふうに、どんどん改修がきちっと、履歴がわかるような形で改修ができるようにするっていうことが、建築を長く使い続けていくことにとっては非常に重要なことなんじゃないかということで、この第一陳列室も、床に関してはもう、ものすごい振りかかったので、全部打ち直していますが、基本的にはその元のオリジナルとは完全に縁を切った作り方をしています。で例えば、その中でこの、中庭の再生求められたものがあるんですけれども、このロの字型の平面っていうのは、まあ、後年その空調機械っていうのが、世に出てきて、このロの字型の平面であるということは、この空調設備にとっては非常に都合がいいんですよね。この真ん中に置けば全部にこう効率的に空調ができる。で、ただし、まあ、この状態なので、ここはもう完全に立ち入り禁止の時々管理者の人だけが入る、誰も知らないようなスペースだったので、まあそこを、新しくできた東山キューブに全部機械を移し、ここは全部撤去して、光の広間という形で、再生しています。まあここは展示室の前の、待合であったり、イベントスペースであったり、こういうインスタレーションを行ったりするスペースとして、使います。で、この柱、と、この、中廊下とか中廊下、2階の廊下っていうのは、もう、このオリジナルの、区体からは完全に円を切って、成立しています。で、一方、南側は、屋根をかけないで、屋外展示室、常設展示室から外に出て、屋外の彫刻を見ることができる展示室として、再生しています。それから、その、この第一陳列室なんですけれども、これは、真ん中に非常に巨大な、空間があったものですから、
建物の、南側から、あ、南じゃない、西側から東側への移動っていうのは、2階においては1階、一度1階に降りてからまた、東側で登らないと2階に行けなかったんですね。で、そうすると、同時にいろんな展覧会をやったりするときに非常に動線が混雑するということがあって、この2階で東西につなぐバルコニーっていうのを両側に作っています。で、当然、これもすべてこのオリジナル躯体からは浮いた状態で、このバルコニーとスラブと、まあ、エレベーターセットで、この第一列の中、第一列室の中に、すっぽり収まっているという状態になっています。で、これが一番最初にお見せしたエントランス、玄関、正面玄関から上がってきた2階のホールなんですけれども、そのホールに中央ホールを望むこの窓があったんですが、この窓のところの、この腰壁のところを取って、この材料を、この辺に、もう一回付け足しながら、この、バルコニー、このバルコニーの入り口というふうにしています。から展示室も、もともとハイサイドライトがありまして、まあ当時その展示照明みたいなものもちゃんとしたものなかったので、オリジナルはこういう状態なんです。まあでもこれは当然暗いんですけども、自然光を、まあ、使った展示室になっていました。のを、後年、こう LED 照明を入れた改修が、まあ昭和の頃に行われていたので、まあそれはそのまま引き継いで、同じデザインで改修しています。その他の、1階の常設展示室。まあこの美術館は、まあこういう大きな幅木と、この入り口にこう木枠が回るっていうことが、非常に特徴的なデザインになっていて、これは前田健次郎の設計の流儀みたいなもので、もちろん展示室としてはですね、現代の美術館の考え方からすると、この幅木とかこういう枠っていうのは、非常にこう扱いづらいというかノイズなんですよね。まあ本当に真っ白な方がもちろん、展示はしやすいですが、まあ80年以上もずっとここでその、美術団体の方とか、あとから京都は美術大学が非常に多いので、卒業設計とか、すごいしてきたので、やっぱりそういう苦労の歴史みたいなものも、やっぱりちゃんとこう流儀としては継承した方がいいんじゃないかっていうことで、この辺は全部残しています。で、ただし、美術館展示室はその、防火区画をどうしてもしなきゃいけないので、この木製建具の前に、ダクトスペースを作って、で、ここはもう、現地に残地保存という形で一切触らないで、ここに保存すると。で、その外側に、スチール製の防火道を作って、で、そのさらに外側に、プラスターボードでもう一回壁を作り直すということなので、ここがオリジナルの木製の建具があった、枠。で、その外側に付加して、防火戸とか、点検口とかを作っているという組み合わせに、して、この部分では全く残しています。なので、ここ、真鍮製のこの靴ずりがありますけど、ここにはないということで、まあ、ここから新しく作ったということが、わかると思います。ですね。で、これが、1階の展示室。もともと、まあ、ここも同じように自然光を入れないと、作品の鑑賞ができないぐらい、照明の技術ってなかったので、窓が開いています。が、まあ、当然、その、まあ、昭和の時代に、展示室はそれでは使えないということで、紫外線が入ってしまうということで、塞ぐことになるんですが、まあ、どうせ塞ぐんだら、だったらということで、まあ、この開口部に、耐震補強を前面に入れてから、プラスターボードを立てて、室内からは、窓はない状態になっているんですけども、外からよく見ると、まあ、こういう、ちょっとボルトの跡が見えるようになっています。これは柱の、耐震補強ですね。包帯補強みたいなことをしています。
タイルも、剥がして再利用できるものはできるだけ使う。ただまあ、やっぱり状態が非常にやっぱり悪いものが多いので、可能な限り似せた色で、作っています。という、プロセスをですね、僕たちは今回、京都市美術館本館保存活用の概要という形で冊子に最後に、まとめました。ビフォーアフターであるとか、どの点を、先ほども話しあったように、どこを残してどこは壊すのか、どこは諦めるのかっていうことについて、冊子を作っていきました。で、まあ、こういうところもちゃんと古いところと新しいのはここだっていうことも、こう写真に残しながら、やっていたんですけども、まあ、補修のタイル、これ新しく、外壁のタイルとして5種類作ったもの、似せて作ったものを、まあ、用意した経緯であるとか、まあ、これアンカーピニングですね。まあ、こういう、どこをどういうふうに直したの、壊したのかっていうことを、まあ、記録しています。で、これは照明の LED 化ですね。工具だけは残して、LED 化をしています。これが前景で、ここは東山キューブ、日本展から京都市動物園と、ここは京都国立近代美術館で、こっちは平野展ですね。どこを残してどこを壊すかっていうことが非常にやっぱり難しいというか重要なテーマだなというふうに、僕らもやっていて思っていて、ただし、何が何でもそのオリジナル至上主義、もう絶対的にオリジナルのは残すっていうことを徹底させたわけではありません。どっちかっていうと、現代のニーズに必要なところはもう大胆に改変しよう。ただし、その時もできるだけ残せるんだったら残すという方針でやって、かつ、現代のニーズに合わせるからといって壊す、取り外すとしても、それは全部記録に残そうという態度でやって、最後に資料にしたんですけれども、結局それは、昭和の時代にもこうちょこちょこと回収が当然されていたんですけれども、まあそういう記録がほとんど残っていない。で、この本館も初めてCAD化されたんだと思うんですね。で、この東山キューブと合わせて、完全な工事の竣工図という形で、その、初めてその二次元のものとして保存ができる写真で記録をするということを行う、ということで、その50年後、100年後に、やっぱりこの東山キューブはやめようとか、こっち半分なくそうとかわかんないですけど、まあそういうことになった時に、その時代のニーズっていうのはどうなのかわからない。で、その時に、立ち戻れる、履歴として、今回の回収の履歴として、まあ通常の、竣工図っていうものが位置づけられるのかなというふうに、まあ思っています。はい。まあ、そうやって、古いものと、その新しいものっていうのを、まあ、どうやってこう、重ねていくかっていうのが、まあ、なんていうか、一見、そういう言い方をすると、こう、倫理的にやっぱり正しさを主張しているように見えるのかなというふうに、まあ、僕もこれをやる前に思っていて、やっぱりこの保存っていうのは何か正しさを、なんか振りかざしてるようにも、もうなんか見えなくもないというふうに、聞こえなくもないというふうに思ってたんですけど、むしろ僕たちはこう現代建築のつもりでやっていて、今こういうふうにこの50年、100年後っていうの、将来にどうやって今作るものをこう残していくかっていうことこそ、まあ現代考えなきゃいけない問題かなと思っていて、もうそういう意味では、もう完全先ほどのスライドの結論と一緒だなっていうふうに思いながら聞いてたんですけど、現代建築のつもりでもうその保存、回収をする。で、その時の記録を残すっていうやり方として、京都市美術館をやっていましたという、はい、説明でした。ありがとうございます。
はい、西澤さんありがとうございました。本当になんというか、慎重に調査をして、可逆性を意識しながら丁寧に設計をされていることがとても印象的で、私事なんですけど、ちょうど1ヶ月ぐらい前に、うちの小学校の娘の卒業旅行で京都に行きました。で、美術館訪問させていただきました。行った時に本当にですね、なんていうか、いろんな居場所がある美術館だなという気がしていて、エントランスの前に何の目的もなく座ってる人とか、ホールでこう、螺旋階段のところで写真撮ってる人とか、中庭を眺めてこう、ぼーっとしてる人とか、いろんな方がいて、日本庭園がですね、全然使われてなかったっていうのは本当に驚きました。この美術館が生まれたことで、そういった今までなかったような動線とか、新しい、魅力が、再発見されたんだな、ということが、本当に、今日の講演聞いてよくわかりました。ありがとうございました。それではですね、せっかくの機会ですので、質疑、あるいはご意見の、時間を作りたいと思いますが、ズームで参加されている方、いかがでしょうか。では、金箱先生も参加いただいてるんでしょうかね。はい。あ、参加いただいてる。あとでまた後でですね。はい。関連質問等出ましたら、またちょっとお願いいたします。いかがでしょうか。せっかくの機会ですので。で、そうですね。和田先生、第三者チェックで関わられてたということですけども、いかがでしょうか。何かご意見とかご質問とかありましたらお願いいたします。はい、ちょっと今、あれですかね。動いてないですね。そうですね。それでは他の方いかがでしょうか。じゃあぜひ、はい、登壇者の方からもぜひお願いします。美術館、あ、言った方がいいですか。ちょっとマイクが、すいません。すいません。美術館の地下を、撮ってると思うんですけど、施設のものが上に乗っかってて、どうやって下に掘ってったのかなっていうのを、ちょっと教えていただけると。上に建物がある状態で下を掘ってた。はいはい。うん、ですよね。ですね。これは先ほどのあれを見せた後は、どうですかね。これコンペ出して負けたの。あ、そう誰ですか。あの時誰やったの。クマさんと一緒。クマさん。これ実はですね、誰が参加したか、どんな案だったか、一切非公表だった。で僕ら全然知らなくて、サナーのはもう作品集がちっちゃく載ってましたけど、全然誰がどうなのかわからないです。ですね、この状態なんですね、この、ひさし？出てる。どういう、ここの下にはもう部屋があるんです。あ、あるんです。はい、その倉庫っていうのがあるんです。抜き出して出てきた。はい。だからこの壁の向こう側にも倉庫なんです。はい、でここは地表面だったんです。で、なのでこの庇だけなんですね。問題は。はい、で、これは、工事中こういうふうに仕事を立てて、で、最後に、この、柱を作り、柱は撤去して。撤去して、後で作って、で、ここに滑り石を入れて、なんかこう、こうなってるっていう
はい。それが、ここですね。これはだから後から作ってる新しい柱。ただし、まあ、石は当然、それ自体は見えない。多分、言われたらわかるぐらいで、ほとんど。まあ、これ、中東にちょっとデザインがあるので、まあ、そういうところをちょっとごまかしてるっていうか、そういうことですね。だから、あとはもう、先ほどのこの掘っていったっていう、これも、もうここに、この奥に部屋があるので、掘ったのはここだけなので、上に何かあるのをどかさなきゃいけないっていうのは、ひさしだけです。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。せっかく、話題も出たことですので、金箱さん、いかがでしょう、構造的な面から、作品に関して、何かポイントあれば。間違えてる。いや、今の説明は、間違いはありません。完璧な説明で。ただですね、京都市の美術館の件についてお話しすると、いろいろ新しいものを今回こう古いものに対して付け加えてるんですけども、付け加えてるものは補強の役割は一切持ってないんですね。それが多分エリーさんがお話しされた富岡の倉庫とはだいぶ違うなっていう印象を持って今日聞いてたんですね。エジリさん言われたように、歴史的建造物って、まあ、僕もいろいろやってきましたけど、とにかく最初はまずいじるなと、補強するなら見えないところでやれということで、イメージを変えるなっていうのが、まあ、イメージ変えないっていうのは今もあるんですけども、そこでそのエジリさんがやられた富岡の倉庫みたいに、まあ、眉の糸って熊さんが言ったそうですけども、そういう新たに付け加えることによってで、それが補強材になってるっていうのが例なんですけど、京都市の美術館の場合はですね、新しく作ったところは全部エクスパンションで作っていますので、実は既存の耐震補強って結構大変で、何が大変かというと、みんな長方形の平面なんですね。で、さっき説明いただいたように、その壁の開口材で補強とかやってますけど、長手方向はともかく短手方向は箱の両側だけで補強すると、あとそこまで地震力をどうやって伝えるかっていうので、天井裏にかなりの鉄骨の補強をしていて、なので、まあ、ある意味、展示スペースは当初のプロポーションを守るっていうのが大きかったんですかね。これは西澤さんに聞かなきゃわかんないんだけど、なんかさっき設備のそのダクトのために壁が厚くなりましたっていうのがあったんですけど、じゃあ鉄骨の構造の補強材を展示室の中に入れてもらうと、もっと補強楽だったのかもしれないなと今聞いてて思ったんですけども、それは西澤さんへの質問ですね。なので、さっきの富江さんの話で、富岡の製糸場はまさしくなるべく変えるなっていう前提での補強なんですよね。で、1階はフェールセーフで、とにかく既存の躯体に手を加えない。で、2階は手を加えないし人も入れないっていう。だから今日はなんかその4種類の補強の事例みたいのが見れて、そういう見方をすると面白かったかなと思います。すいません、長くなりました。はい、ありがとうございます。はい、それでは他の皆さんいかがですか。和田先生いかがでしょうか。お話できる状態でしょうか。ちょっとあれですかね、席外されてる。他の方いかがでしょう。あ、もし他の方なきゃ、ちょっとエジーさんに1個質問したいんですけど、いいですか。はい、ね、これは極めて技術的な質問なんですけど、はい、クライテリアの考え方のあたりのところの説明で、まあ歴史的建造物は30分の1とか20分の1とかまで見ることがあるよっていう話がありましたけど、まあ、それはやっぱり、構造としては、レンガ像とかそういうものではなくて木造だっていう前提があるんだろうっていうところは、まあ、いいんですけど、それでお話の中で、構造体はほぼその変形が大きくても男性状態にとどめるよっていう話がありましたけど、
はい、これは、例えばですね、木造のフレームに鉄骨のフレーム、木造の建物に鉄骨のフレームの補強をしたときに、まあ、鉄骨というのは人生材料なので鉄骨をある程度組成化させて、はい、そこでエネルギーを吸収させてそれで木造の方を断線に留めるっていう考え方があると思うんですけど、はい、今日の話直接聞いちゃうと構造体はほぼ断線に近いところでっておっしゃってたように聞こえてしまうんですけど、今の鉄骨フレームのその組成化してエネルギー吸収を使うっていうあたりはどんなふうにお考えでしょう。ですね、ちょっとケースバイケースなんですけど、やっぱり変形が木造でも20分の1とか30分の1とか、すごい変形するときに、100分の1ぐらいで、鉄骨を組成変形させて、その後20分の1とかまで持っていくとなると、本当にそこまでそんな風に変形能力を防げるのっていうのがあるので、例えばそういうときには、100分の1じゃなくて、まあ、60分の1とか50分の1とかぐらいの時に組成変形させて、できるだけ、なんでしょう、近づけていってあげるっていうような、やり方をするので、だからあんまりやたらと鉄骨の補強材を大きくするんじゃなくて、まあ、小さいものにしておいて、変形できるようにしてあげるっていうような、やり方をしています。ということは、組成化を否定するものではなくて、それの時の鉄骨のフレームの、例えばそれが単独の、一項面のフレームなのか、そうではなくて、ちゃんとこう変形性能があるような鉄骨の加工になっているのかということによって違うよっていう認識でいいですか。あ、そうですね。はい。あ、わかりました。じゃあ、私と認識は一緒だということが確認できます。はい、100分の1とかで抑えようと、やっぱり水平、方面をそのガチガチにして力をあっと持っていかなきゃいけないとか、やっぱりそうなりますよね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。あ、一ついいですか。神田ですけど。あ、はい、お願いいたします。江尻さん、ちょっとお伺いしようと思うんですけど、まあ、今日、建物を長く使うことに対して、まあ、建築家とか構造の面からの役割とかすごくいろいろ基本的なところのお話を伺うことができたと思うんですね。で、まあ、日本の場合は特にその耐震性、既存の建物の耐震性っていうといわゆる、耐震評価のような流れがあって、はい、で一方で建築基準法 の設計法というのとちょっとこう流れが違っているようなところが気になっているんですけども、はい、既存の建物だと必ずまあその辺をどう考えるのかみたいな話が出てくると思うんですね。それで僕はその既存の建物のある意味でこう設計にとって一番こう安心できるというか確認できるところっていうのはすでにあるものですから、それの強度とか変形性能とかをまあ、サンプリングするとか切り出すとかいうことをやるかどうかはともかくとして、新しくコンクリートを打設するっていうんだと分からないまま設計するわけですけど、今あるものだったら分かるものをまあ評価するっていうような話にできるので、まあ、その辺のところをどういうふうに考えてらっしゃるのかっていうことをちょっとお伺いしようと思うんですね。で特に、はい、大谷石とかになると、はいはい、結構その劣化するんじゃないかなというような感じもあるし、はい、まあ、そういうもの の, その構造体として使うとき の評価のようなことをどんな感じで どのくらいこう考えていったらいいのかみたいなところについてちょっとご紹介いただけたらと思いました。わかりました。ちょっと富岡倉庫の事例なんですけど、まず、レンガ像の方についてはですね、いろいろ、ちょっと今日は出さなかったんですけれども、目地の、合成だとか、目地の強度だとか、あと、レンガそのものだとかですね、いろいろな、試験、実験をやって、あと、まあ、解析もですね、そのレンガのところの部分だけを取り出して、で、それで、どのような性質があるかということを、検証しています。で、大谷石の方については、
やはりですね、すごい風化、かなり風化しやすくてですね、非常に、なんでしょう、建材としては、ある意味、ちょっと耐久性が石としてはあまりないようなものなんですけれども、それで実はちょっと実験を、大谷石もらってやろうとしていたんですが、そうするとですね、なかなかというか、歴史的な価値があるからって言って、最初はちょっと OK で持って帰ろうと思って行ったら、ダメって言われてしまってできなかったんですけれども、そこでちょっといろいろ調べていたら、大谷石もですね、先ほど、保存するためのですね、いろいろな事例研究とかそういうのがされていて、基準化されていたので、まあ、大谷石の強度その他については、まあ、その事例に則って、あとは、まあ、そんなに風化は、していなかったので、その、なんでしょう、数値、その他をですね、使って、検証を行っています。で、わからないところが、結構古い建物になると、見えないところがものすごい、結構出てきたりするので、まあ、そういうところをどういうふうに考えるかっていうのは、非常にちょっと難しい、ところで、いつも悩みながら、まあ、正直やっているところです。で、基準法上からも、ちょっと逸脱しているような建物も結構多いので、というかまあ、ほとんどがそうなので、まあ、その都度、調べながら、行っていると。まあ、富岡製糸場の方も、レンガだけでもものすごいいっぱいいろんな地点をやって、それでどのぐらいの物生地を取って、検討していったらいいかとかっていうのを検証をしております。こんな感じで先生よろしいでしょうか？あ、どうもありがとうございます。はい。レンガなんかはこう、だいたい今まで、印象として持ってたものに比べて、実際そうやって調べてみると、強度とか、どうですか？ですね、ちなみに富岡の、製糸場の方はですね、剛性も強度もほぼほぼ木と同じぐらいでした。レンガが。それちょっとびっくりしたんですけど。で、富岡倉庫の方のレンガは、そうですね、まあ、ちょっと今、うろ覚えで違ってるかもしれないんですけれども、まあ、コンクリートの、そうですね、3分の1とか4分の1とか、そういうような強度剛性だった記憶があります。メディアを含めて？いや、レンガそのものもです。そのものも。多分あの頃、明治の初期は、ようやくレンガを作り始めた時期なんではないかなと。それであんまりしっかりしたレンガを作ることできなくて、そういうような、木に使うような物性だったんじゃないかなと思っています。はい、どうも。ありがとうございました。すいません、金箱ですけど、ちょっと今の話について興味あるんですが、はい、レンガって前に一度調べたときに、はい、レンガの壁体はいいんですけど、はい、目地の強度のばらつきがものすごく大きくて、はい、それで困ったことがあるんですね。はい、富岡はなんかその辺は調査されてるんですか？実は目地の強度試験やろうと思って、うん、一部分を切り出して、試験場に持ってこうとしたら、そこで壊れてしまって、もうダメになってしまったんですね。なので、その場で、穴を開けて引っ張って、その目地の試験をやったっていうことをやって、で最終的には、もうばらついたりなんかするので、富岡製糸場は圧縮ストラットで、圧縮だけを考慮しています。もう引っ張りがいのあるところはもう無視して、圧縮だったら、目地が多少あれでも大丈夫なので、圧縮のストラットの領域だけを、見て設計するっていうような無視する方向で設計してます。そうそう、先端は圧縮力に摩擦係数かけた分ぐらいで、そのイメージですか？そうです。はい。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ちょうど YouTube の方でもご質問一ついただいてたんですが、やっぱりレンガの引っ張り強度に関する話で、今ちょうどお答えいただいたので、大体お分かりいただけたかなと思っております。はい、他いかがでしょうか？和田先生、いかがでしょうか？今お話できますでしょうか？会議中すいません。質問もっとあるんですよ。お願いします。
あ、ここしゃべってます。はい。マイクやクイズ大会みたいな。どこかの、その、設計施工体制。京都市美術館を先ほど説明したようにデザインギルドで、設計と施工を分けるっていうと、ちょっと原則に反するところもちょっともやっとはしてたんですけど、ただ実際のところ、先ほどおっしゃられた、設計の終わり、施工の終わりっていうのはもう本当その通りだなと思っていて、要は、もう壊しながらデザインを決めていかないと先に全く進まないっていうことがあるし、不測の事態があった時に、じゃあどうしようねってやんなきゃいけないので、まあこういう時にはデザインビルドっていうのは、非常にこう効率的によくできるというか、まあそれしかやりようないのかなというふうに思ったりもしてたんです。ただ、最近その、プロポーザルコンペなんかでも設計設計を一体化で行われたりしていて、その辺はちょっと違うだろうと思ったりもしてるんですけど、その富岡の場合はどういうその設計と施工で、それなんか問題が起きますよね。で壊れる、使えない。で、設計者、衣装の方がやっぱこうしたい。でも構造はこれはこうできない。施工の方はいや、お金がないからもうできないみたいな。それはどういうふうにされる？それはもう、その、都度ですね。かなり頻繁に、委員会といいますか、部会みたいなものとかが、もう、絶えず開かれていて、うん、何か問題があると、まあ、委員の先生方含めてそこで見て、で、それでどんな解決策があるかっていうことをですね、まあ、どちらかというと技術者側というか設計者側から提示したりして、で、それをまあ、施工の方でも、できるかどうかを検証して、それまた委員会で、この方向で進んでいいのかどうかっていうのを、もう、絶えず繰り返しながら、すごい先生方が、かなり良かったんですね。いとわずに、もう何回も何回も同じようなことを繰り返しながら、やっていけたので、だから、全員、なんだろう、どうやって言っていいのかわかりませんけど、全員も関係者が一丸になって、やり取りをしながら進めていったっていうのが。工事費の管理はどういうふうにしてる？工事費は、ゼネコンの方で管理。でもその都度、これすると、あ、このキャラ。ですね、その辺詳しいことはよくわかんないんですけど、僕が見ていた範囲では、なんか最後の最後に、合わせたんじゃないかなという気がします。すごいな。それは、ゼネコンさんの力量だと思う。はい、はい、はい、ありがとうございました。他いかがでしょうか。会場の皆さんからも、ぜひ。村宮さん、いかがでしょうか。あ、何です、局長の話ありがとうございました。もういろいろ出てるところもあるんですけど、まさに決まった手法がなくて、その場に入って、もう一品一品全然違うものなので、っていうのは重々理解して、そこが面白くも難しいところでっていうのはあるんですけど、やっぱり解体とか補強の判断、例えば選ぶだけでも、ものすごく難しいと思うんですけど、そういった新しいものと古いものっていうもの、まあ、もしかしたら新しいものない場合もあるんでしょうけれども、どういう合意形成というか、やっぱり設計者としてはこうしたいけど、まあ、お金の話も先ほどありましたけれども、やっぱりなんか最後誰が合を出すというか、どういうチーム体制だとか、何がうまくいくとこういうプロジェクトがよりうまく進むのかみたいな、経験から何か、それぞれのプロジェクトがあったかなっていうのをお伺いしたいのと、はい、あと、伊地先生には構造の話で、今ね、やっぱり、動的解析だとか、材料実験をそのまま数値化に落として、で、いろいろやられて、さらに、2、30分の1まで押すってことは、P デルタまでやるとか、いろんなことが起きてくると思うんですけど、かなり構造設計の中では、かなり最高級な、すべてのものを組み合わせた設計だと思うんですけど、その辺のことが、今学生さん多分、こういうのすごい興味合ってる分野が多いと思うんで、
この辺の面白みと難しさと何やっていただいたかでは、我々も含めて、ご経験を教えていただけると助かります。体制は、よろしくお願いします。では、お二人に。二人、ここに、石田さん、ここ、来ていただけば、これで二人入れるんで大丈夫。ああ、どうぞ、その後。最初のは体制の合意形成ですよね。はい、先ほどの話、維持先生の話聞いて、本当に思ったんですけど、もう、全員が善人じゃないとできないっていうのもあります。と思いました。これはラッキーだったなっていう感じでね、この方も本当になんかこう、強く考えてくれて、で、まあ、そういうチームメイキングするのもすごく重要だなというふうに思うと、合意形成に関しては、僕たちはもちろんその、こういうふうにしたら美しいとか、こういうふうにしたらかっこいいとかっていう判断はもう本当に後として、どうやったら、ここのおさまりがきちっと水締めができるかとか、もう動線こうつまずかないかとか、まずはそこをクリアして、それをどういうふうにデザインできるかっていうプロセスだったので、とにかく、詳細なパースを無数に作って、で、どれがベターかっていう選び方なんですよね。だからそこに論理はなくて、それをもう毎週毎週チーム内でやってると、だんだんこれができることはこういうことで、で、何ヶ月か前に決定したことのこのデザイン的な整合性はどこかっていうのがだんだん見えてくるので、もうとにかくその、数を作って、もういろいろ考えて、メリットデメリットあるんですけど、これがいいんじゃないかと思うんですっていうのを、定例の時に出す。そうするとまあ、皆さんも、まあ、そうだよねっていうふうになるっていうような、だから、リズメというよりは、もうもちろん、理屈もあるし、コストもあるし、安全性、機能性もあるし、とか見た目もこうねっていうバランスで、こうじゃないかっていうのを無数に作ってぶつける。だから僕たちがもうこれしかないです、みたいな風な仕方はしていないんで、とにかくいっぱい可能性を見せる。というやり方で、合意していく。まあそういうふうにしていくと、多分チーム内での、その物事の考え方、決め方っていうのが、徐々に形成されていくと思うんです。やっぱりこの建物はこういう価値観を大事にしてくるとか、ここは捨ててもこれは守っていこうっていうバランス感覚が共有されていくっていうことが、すごく重要なんだなっていうふうに思いました。もう、今、ですね、富岡の倉庫と製糸場の方の話に関して言うと、多分もう、西田さん話をされている通りだと思います。もう全員一丸になっても、その都度、合意形成をしながらではないとダメだと思うんで、多分ちょっと特殊で、私がやってる中では結構特殊かもしれなくて、重要文化財なんかだと、例えば何かの判定会とかですね、あとはその委員会で、に、こう、書類を作って、こういうことやりたいんですけど、いいですかということを聞いて、そこで、まあ、OK、NG が出て、それを進ませるっていうようなやり方。まあ、なんでしょう、確認申請出して、確認申請通ったから、まあ、大丈夫だろうっていうような進め方と、まあ、結構似てきてはいるのかなというふうに、思います。で、それと、その次に何ですか、解析の方法とか、レンガ、設計、ですね、あげると、もう本当にすごいことになって、レンガ像の部分とかですね、は、有限要素解析で解いてみたり、それこそさっきの圧縮ストラットを、検討してみたり、で、富岡倉庫の時なんかは、
佐野先生の、 あの家屋耐震論の中にこう どういうふうにこうイメージを考えていくかみたいなことが出てたのに来て、あれを参考にしながら、解析モデルを作ってみたり、それとあと20分の1とか、まあ、40分の、まあ、20分の1まではレンガ像いってませんけど、40分の1とかだとしても、こうやってグワッって倒れてくるので、その時に、それこそ崩れないか安定してるかっていうのを、ベッドで、確認をしたりとかですね、そういうような、こう、ちょっと本当は出すと、すごいそれだけでレポートになってるものがあって、そういうようなことをやっています。で、基本的には、そのぐらいの変形まで行くと、傾斜復元力って言っているんですけど、こうなんか四角いものがあっても丸でもいいんですけど、こうやってポンってやったら、自分の重力で、重心位置が、面内に入ってたら戻るので、それで最終的には崩れないかどうかっていうのをチェックをかけてたりとか、いろいろな側面からこう、見て、安全性というか検証して、本当はちょっと、実は、用意はしたんですけど、とてもそれ説明すると、それだけでは終わっちゃうなと思って。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。他いかがでしょうか。まあ、だいぶちょっと時間は迫ってはまいりましたが。では、イジリさんの、新規地の学生さんも、たくさん来ていただいてますけど。いかがでしょうか、公開方から。ご質問でも、観光です。何でなんかあれば。大学の先生と違ったコメント。いいかには質問しにくいかもしれない。あ、じゃあ、美術館のそれを。実験なんかやったんじゃない？そうですね。実験をやってる、あとは振動の調査をやったりとか、ね。なんか、なんでもどうぞ。じゃあ、話しづらい。研究者としての印象でもいいんじゃないですか。この間、ちょっと話脱線しちゃいますけど、斉藤先生に枠木の大きいの見せてもらったじゃないですか。で、それで、その後ついね、最近枠木作ってるところに行って、どんな作り方をしているのかっていうのを見てきたんで、一緒に枠木を。あ、枠木ね。枠木。はい、四国の、ね。すごい、すごい大きい枠木が。ああ、そうそう。先生。高知、高知。あ、愛媛。はい。愛媛。あ、そうなの。行ったのは、あれは伊勢にある。はい。そう、すごい。はいはいはい。スノーボーダーが枠作ってびっくりした。スノーボーダーが。スノーボーダーやるために枠作ってる。それすごいびっくりした。すいません、ちょっと余計な。はい。皆さん、ありがとう。あ、はい。はい、はい、いかがでしょうか。いかがですか。あ、はい、いかがですか。衣装設計をやられてる青木さんから。こんにちは。熊弁護事務所の青木です。よろしくお願いします。ちょっとあんまり大したコメントはできないかと思うんですけれども、衣装設計する身としては、なんか石田さんおっしゃっていただいたように、そんなに新築だから、改修だからといって、すごい手法を分けるというか、そもそもの考え方を分けるってことはあんまりしないと思うんですけれども、まあ、エジー先生の話で、結構やっぱり、新築と、既存の改修だったり、構造的な考え方は全然違って、難しさとかも、新築よりも難しい面がすごい多いというお話いただく中で、ただ若い人たちの感覚で言うと、もう古くからあるものは、なんて言うんでしょう、まあ活用するのが、まあ当たり前みたいな、多分常識の方がどんどん増えてきている、その中で、普通に考えると、なんて言うんでしょう、ちょっと
ニーズはいっぱいあるんですけど、かなり難しいので、まあ、それに対応できる人が、まあ、不足していくというか、足りないんじゃないかという気がたくさんするんですけど、そういった中でどういった、いわゆる新築の構造設計との違いというか、どうやったらそういうのに対応していく、いけるのかな、数に対してどうやって対応していけるのか、というのは、ちょっと質問とか、あ、じゃなきゃ。はい。ありがとうございました。今日のお話伺って、二人それぞれ建築家と構造家の立場ですけど、新築と改修が、の垣根がどんどん低くなってるなっていうのはとても印象的でした。ありがとうございました。はい。それでは、大体時間になりましたので、特にご質問となければ、最後に斉藤先生から、一言いただいて終わりたいと思いますが、斉藤先生お願いできますでしょうか。斉藤です。長時間お疲れ様でした。今日西澤さんの話を改めて聞いて、何度か、建物についての説明を聞いたんですけど、やっぱり、すごく、立ち上がりのプロセスがですね、とても興味深く聞きましたし、これまだ見てないんで、これ早く行かなくちゃいけないなと反省してます。いろんな受賞されたんでね、素晴らしい建物だと思います。大事さんのやっぱりそこまでできる人ってなかなかエンジニアでもいないんで、やっぱり、金子さんなんかもそうですけども、改修ってやっぱり新築よりもはるかに難しい。で、単に耐震補強とは違うわけですから。その辺の、面白さとかですね、大切さも、すごく分かった気がします。で、これは質問というのも、僕自身がよく分かってないところなんですが、今日のタイトルがですね、歴史的建造物のリノベーションということで、たまたま、エジーさんが最後のスライドで、歴史的建造物と現代建築という、その先端が一体何かっていうのは結構、分かりづらいっていうか、これどこも議論なんかを聞いてもそうなんですけども、ね、時代がどんどん移っていくわけですよね。そうすると、どこまでが現代建築で、どこが歴史的かっていうのは、非常に線引きって難しいんで、どこの中でもだいぶその辺の議論っていうのはあるかと思うんですけど。そういう意味では、最近、また仕事で言うと、岩手の体育館っていうのは50年ほど前に作ったんですよ。やっとドコモモになったっていう。で、その前にもちろん代々木があるわけですけども、代々木もやっぱ重要文化でやっとなって、世界遺産を目指すと。で、それがやっぱり残そうっていう意思がこう決まるとですね、じゃあそれに対して用となり、構造的にもいろんな対策なり、手法っていうのが出てくると思うんですよ。問題はその何を残すかという議論ですね。やっぱりなかなか難しいし、分かりにくいと思うんですよね。だから、でもこの議論ってやっぱり結構大事だと思うので、特に私なんかやってるその空間構造的なことで言うと、香川の県庁舎は重要文化財でお金かけて大丈夫ですけどね。体感のはもう風前を灯しめて、いつ壊れるか。で、私も大学院の時代に設計した下関は坪井先生の設計ということなんですけどね。あれももう風前の灯火になっちゃってですね。だからそういうのを用途変更なりですね、あるいは建築とかですね、いろんな手法があると思うんですけども、なんかそれを決定する意思というんですよね。社会の意思なり、あるいは政治というのか、うん、そこら辺のメカニズムをもうちょっとね、こう、分かりやすく、こう、議論が出てくるといいかなと思います。今日、二つの事例が、くしくもそれに成功した事例があるので、なんかそれと連動してですね、そういう議論も少しやれたらいいかな、というふうに思って、大変力強い。もう一つ YouTube、Zoom で結構学生さんも聞いてる今日は感じなんですが、ちょっと小さいテーマなんですけども、エジーさん前からすごく好きな炭素繊維の話があってですね、学生も結構興味持ってるんですよね。で、たまたまそのスティールの工房と比べた時の比較がすごく分かりやすいんですけど、うちの研究室はどっちかというとケーブルを
やろうとかですね、いう、まあ、線ですね。まあ、結構細くて柔らかくてって言うんですけど、一言、その、ロッドの間じゃなくて、ケーブルと炭素線やった時のコストの問題と、それから、やっぱり施工性っていうんですよね。はい。カラグなんかの工夫とか、そういう課題があったら、ちょっと一言コメントしていただいて、学生にとって非常に勉強になるんです。わかりました。一言だけで結構です。あ、はい。じゃあ、ちょっと炭素繊維の、寄り線について、非常に柔らかくて軽いんですけれども、問題になるところは、やはり、接合部のところが問題になりまして、そこはどうしても金属のようなものとですね、今現段階では取り付けないといけなくて、やっぱりそこの接着性能が非常に重要になってきます。で、まあ、おおよそ私が関与した製品については、どのぐらいにしたらいいのかっていうのは分かっていて、なんかちょっと指針みたいなものも作ってあるんですけど、まあ、それで設計していけばいいんですが、それがまた仕様が炭素繊維変わってきたりすると、またいろいろ検証はしないといけないというのが、あります。で、コストの、に関して言うと、ちょっと、それもですね、難しくて、大体、普通の鉄の、まあ、6倍ぐらいかな、というふうに、思います。まあ、量があるのか少ないのかで、変わってくるんですけど、まあ、6倍、8倍かな、6倍から8倍ぐらいの、メリットがあれば、使っていけるかなというオーダーに入ってきているというところです。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。今日は本当に充実した内容で、あっという間に2時間経ってしまいました。最後にですね、次回の予告だけさせていただいて終わりたいと思います。ちょっと待ってください。はい、次回は、これでよろしいんですかね。これが、これよろしいですか。とりあえず、とりあえず。前、前回の残りもまた。はい。はい、次回はですね、パート2の方ですね。パート2だね。はい。パート2の、次回が第6回になりまして、5月21日土曜日の2時から、IT 時代のデザインをめぐる構造評論ということで、前回代々木とか、シドニーとか、そのあたりの話していただきましたが、その後の、お話を、斉藤先生の方からしていただけると、いうことになります。あと、パート1の方の、次回の予告も合わせてさせていただきます。次回第5回になります。6月25日、土曜日の14時から、およそ2ヶ月後になりますけども、軽い木の特徴を活かした木ビルプロジェクトということで、加藤琴文さん、中西力さん、あと小野塚さんから、話題提供いただくことになっております。前回、細木造の話ありましたけども、また違うプロジェクトをまた紹介いただけるということです。そちらの方もぜひご参加いただければと思います。はい、以上でよろしいですかね。はい。それでは、少しだけ、オーバーしましたけども、以上で、本日の第4回のパート1の方、KD 研のパート1の方、終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。